はい、たったんです。本日はこちら、栃木県の、職人さん、AT ギターズさんの、作品となります。コンサートタイプのウクレレ、こちらがですね、中古で入荷となりました。こちらがシリアルが42となる、AT ギターズさんの、AT ウクレレのね、ラベルになってますけども、 AT ギターズさんのシャープ42番のウクレレになります。コンサートサイズのウクレレでございます。非常にね、素朴なこうシンプルなこちらは仕上げのものになりますけれども、この材がですね、セドロマホガニーを使っております。トップ、サイド、バック、ネックもセドロマホガニーを使ってます。持ってみるとね、非常に軽い個体でございまして、音もね、すごいこう鳴るんですよね。とにかく出ますね。もうなんていうか、カラッと明るく抜けのいいサウンド。今ロージーの弦になってますけれども、とてもやっぱりこの軽い個体からね、振動がしっかり伝わるようなカラッといい音をしますね。こちらがですね、あとですね、塗装が非常に薄付きのですね、フレンチポリッシュセラック塗装を使ったモデルになります。セラックなので非常にね、こう薄い塗膜になりまして、少しね、この辺とかは少し白みがここね出てたりとか、ありますけれども、セラック塗装、自然な塗料なのでとても振動がよく伝わるという伝統的なね、製法で作っているウクレレになります。中古で入荷となりました。状態も全然問題ないです。もちろんね、引き傷だったりとか、ちょっとした当て傷、小傷はあるんですけれども、特に大きなダメージはない個体でございます。非常に状態がいい、職人さんのウクレレが入荷となりました。かなりお買い得な価格で、出せますので、ぜひこの機会にご検討いただければなと思っております。そんな感じでこちら AT ギターズさんの、シャープ42の、コンサートタイプのウクレレでございます。お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。